りえです。ピンク、ラテ、TV、始まるよー、イエーイ。はい、今回は中学3年生、受験生のありえの1日を紹介したいと思います。それが、1日、どうぞ。はい、まず、今日はホテルに来てるんですけど、ホテルの机で勉強したいと思います。今はね、お昼の12時です。3時ぐらいから撮影があるので、それまで勉強をしたいと思います。アリアがホテルから持ってきたやつはこれです。教科書トレーニング、数学と理科を持ってきました。じゃあまず、どっちからしようかな。ちょっと理科からしますね。これ、どうだろう。あれかな？ライトつけた方が可愛いかな。どっちだろう。この中で、ね、リングライト持ってきたんですよ。固定するためにね。でもない方が可愛いかも。はい、学習していきます。これね、こんなんがついてる。これちょっと取ろう。今日の予定としては、今日実は12月25の土曜日。12月25ということは、そうです。クリスマスです。そう、クリスマスなのに、私がホテルで一人悲しい。よいしょ。これはなんだ？ミニブック、重要語句、チェック。この赤シートでこうやってやるやつですね。こういう感じだ。でこういうのは、ホテルでやるのもったいないから、撮影の合間にやろうかな。これならね、簡単にできるし。だから今はトレーニング、ワークをね、していきます。ワーク。筆箱。全然変わってないですね、筆箱。この定規がね、折れたんですよ。名前ペン、シャーペン、スティックのり、消しゴム、写真 0.5、シャーペン、鉛筆型、かわいい。と、ハサミ。見える？汚いよね。汚いよー。じゃあまあ、筆箱も紹介したところで、ちょっと勉強します。じゃあ、理科から勉強します。今日は勉強して、撮影に行って、撮影の後、クリスマスなので、美味しいご飯を食べて、また明日も撮影です。まず、ここを読みましょう。生命の連続性。あれだね。めしべ、おしべ。あれですよ。なんだっけ。忘れた。あ、花をやっていきます。こういう感じです。元の物質とは性質の異なる別の物質ができる変化を化学変化。化学反応という化学変化でそれ以上を分けることができない物質を作る粒子を、なんだっけ、分子みたいなやつでしょ。分子。ちょっと待って。これは、解答。ちょっと忘れるよね。忘れるときあるよね。原子ね。オッケーオッケー。書いとこう。原子。原子は種類によってその質量や大きさが決まっている物質を構成する原子の種類を元素という。元素はアルファベット1文字または2文字の、あれだ、記号でしょ。元素記号かな。お、あった。あった。今回アリがね、勉強持ってきたこの数学と理科、苦手教科なので、まあ、わかんなくてもしょうがないよね。とりあえずワークを5ページ、10ページできたらいいかな。今、8ページ目なので、そうだね、18までできたらいいかな。時間も限られてるから。18まで。あ、今日まだね、お昼ご飯食べてない。起きるのが遅かった。てか、ホテルのね、ちょっと話が変わるんですけど、全然勉強とかじゃないんだけど、ホテルの冷蔵庫が入れたものが全部凍っちゃって、普通の冷蔵庫なんですよ。冷凍とかじゃない。だから、そう、これとかめっちゃね、凍ってて朝、飲めないから冷蔵庫に入れずに机の上にずっと置いてたんだけど、まだ氷が残ってます。冷たい。じゃあ皆さんの問題です。2H2O は何足す何でしょう？正解は、2H2 プラス O2 でした。これは水の電気分解を表す化学反応式です。ちょっとこれ赤線引いとこう。お昼ご飯どうしようかな。これにする。これツナサラダこれ美味しいんですよ。あ、いや、ごまだれが好きだからこれにごまだれを入れるんだけど。でもお昼ご飯多分足りないと思うから、コンビニで買って、で、ホテルで一人で寂しく食べて、で、撮影に行きます。はい、ホテルに帰ってきました。もう今夜なんですけど、撮影が終わってもクリスマスで夜ご飯を食べて今ホテルに帰ってきた感じです。撮影の合間とかはこれ、重要単語、これを使って勉強をね、ちょっとしてました。アリアの一日はね、こんな感じでした。結構ね、バタバタな部分があって、ちょっとしか取れてないんですけど、アリアの一日が分かればいいなって思います。あとね、また明日も撮影なので、早く寝て、明日に備えたいと思います。撮影の合間にね、ちょっとでも勉強できて、対策頑張ってます。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。